アイマスクとは、目の部分を覆うもの、目隠しとも呼ばれる。アイマスクという呼称は、和製英語であり、英語圏でアイマスクといえば、眼帯のアイパッチやアイパッドに含まれ、目の部分を覆うものは、ブラインドフォールド、その中でも特に睡眠用途のものは、スリープマスクなどと称されるため、仮面や仮想の意味で用いたとしても理解されないばかりか、全く違う意味になる恐れがある。 アイマスクとは、特に明るい場所で睡眠を取りやすくするために目を覆い、光を遮るために用いるものを言う。夜勤労働者の日中の睡眠や、飛行機内、列車内などで使用される。列車内などで使用する場合、周囲が全く見えなくなる上、周囲の人間も全く見えないことを知っているため、窃盗などに遭いやすくなる。メガネ状の厚手の布で製作され、 ゴム紐などを後頭部に回して顔面に固定する。一般的な衛生マスクと同様に耳にゴム紐をかけるものやサングラスタイプのもの、顔全体を覆うタイプもある。布ではなくジェルなどを内容物とした軟質プラスチックのものなどもあり、冷蔵庫に手冷却して、それを目の部分に当てることによって疲れを取るために用いられる。目の部分に穴が開いているものもある。近年は、 ペルティエソシを用いて電子的に冷却を行うアイマスクも販売されるようになった。一時的に視覚を奪う目隠しとほぼ同義でアイマスクと言われることもあり、健常者に視覚障害を疑似的に体験させたり、盲導犬の訓練において用いることもある。また、仮想用のマスクで目の部分のみを覆うタイプのものもアイマスクと呼ぶことがある。ありがとうございます。